ズレパか。お前も知らないのか、町に誰もいなくなった理由。知らないパカ。まあこんなこともあるさ、大丈夫だ。俺とお前で協力すれば必ず乗り越えられる。よし、俺たちのガッツと根性でバシッと乗り切ろうぜ。うわー、大変大変大変だよ。ルビー、レッド、エンジェル、助けて。行くわ、エンジェル、行け。お前は何者だ？ルビーに何をした？バカ！俺はデコラナイン四天王最強の刺客、ディアン。何？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。エンジェラとジュエル使用でデコ。俺はデコラナイン四天王最強の刺客、ディアン。カードゲームの天才にして無類のこたつ好きだ。絶妙なぬくもりで俺を癒してくれるね、アンジェリーナ。こたつに名前ついてるパカ。むむ、懲りずにまた来たな。ルビーを返せ。狙いはこのデコストーンだな。この俺がいる限りお前たちには絶対に渡さない。そんなことよりジュエルしようよ。あ、ジュエル。キャラクターを戦わせ合うカードゲームだよ。俺はこのゲームが大好きなんだよ。デコストーンを奪いに来たんじゃないのか。俺の力をもってすれば君だからデコストーンを奪うなんて簡単すぎるんだ。だからゲームくらいしないとね。そうか、分かったぜ。みんながいなくなったのはお前のせいか。気づくのが遅いね。彼らには俺の魔法でカードになってもらっている。狭いよ。そして君らは幸運にも俺の遊び相手に選ばれたってわけだよ。なるほど、だから一番強い俺が残っているんだな。いや、たまたま偶然。え？君らが勝てばルビーたち全員を元に戻してやるよ。だが負ければデコストーンを全部もらう。さあジュエルしようよ。しないパカ。よし、わかった、勝負だ。じゃあ始めるよ。ディアン、こたつジュエリスト、ジュエル闇石。ああ
Dogfight。 じゃあゲームのルールを説明するよ。まどろっこしいぜ。ん？要するに勝てばいいんだろ。せっかちだな。このゲームはプレイヤー同士が直接戦うことはできないよ。カードで戦うんだ。俺が封印したこの村の住人たちのカードをランダムにシャッフルして配る。その時彼らは自分の意思を奪われ、プレイヤーの言う通りに戦うカードになるんだ。行くぜ、カモンペリドット。お久しぶりです。パッションしてますか。あれはペリドットポカ。アタック釣られてるんだな。ならば俺のバーニングファイヤー。目を覚ませベリドット。目は覚めてるって。君はカードを攻撃できないよ。カード同士でしか戦えないんだ。なんとかならないのか。ならないよ。ああ、ちなみにカードがプレイヤーを攻撃することはできるよ。はい、ナタキトー。勝者ディア。ワンツーパッション。ペリドットでした。さて、負けたのだからデコストーンを全部もらおうか。どこと思っただろう。さっきのジュエルは勝負というにはお粗末だったから2個で許してあげよう。じゃあ続いて2回戦だよ。タイム。ん？ちょっと作戦タイムをくれ。まあいいけど長くは待たないよ。うん、アンジェリーナ、アンジェリーナ。つまりどうすりゃいいんだ。戦えるのは魔法が使えるエンジェラだけだ。そうだ、戦い方はキラデコ5リーダーの俺が指示する。二人で頑張ろうぜ。やっぱか。よし、コンビネーションの練習だ。俺の言う通り動いてみろ。こうだ、こうだ、そしてこうだ。ほー、どうした？なぜやらないんだ？そろそろ始めようか。よーし、わかった。勝負だ。みんなを返してもらうぞ。さあ、今度は俺たち二人であいつをぶっ飛ばしてやるんだ。やらないパカ。お、怖いラブパカ。よし、やる気になったか？パカ。でもまずはお前からパカ。あ？おいおい、仲間割れかい。仲間違う、バカ。まったく、よりによって最後に残ったのがなんで君たちなんだ。まあいい、ジュエルしようぜ。ダークファイト、カモン。役立たずのコール。闇って何が役立たず。闇、なんで俺様がお前に使われなければならない。闇、君が役立たずだから四天王最強の俺が来たんだよ。俺様は役立たずじゃない。闇、まだ超絶本気を出していないだけ。闇、本気。さて、君は誰を呼び出すんだい。カモン、ガーネット、サーフィンパカー。ようやく出られた。ブルーはガーネット、落ち着いて。マジックのタック。闇み、少しは役に立ってみろ。闇ってやる。闇コールダークネスクラウド、ジュエル闇シャッ。マジックアタックとか。お返しよ、大きな石でぶっ飛ばしてやる。ジュエルフラッシュ、いけ。負けた？じゃんけんじゃないんだからガンガン行きなさいよ。もう、闇みみみみみみみ、そんな石なんかへでもない。闇、ちょっと態度がでかいわよ。ガーネット、アシストするわ。ジュエルフラッシュ。
すすり闇。なんとその黒々しい姿、これを見るとたまらなく爪をすりたくなる闇。でも今は勤務中闇。こんな風にすりたくなる闇を。でもあもうけしからん、止まらない闇。最高闇。しまう闇。ノーホワイト。やめちゃう。やだアーサンか。それで勝ったと思ったら大間違いだよ。ナタッチベラミニキー。うわーか。勝者レア。ドロッパか。何がだい。そっちが2枚カードを出したんだからこちらも2枚出しただけだよ。ちょっと面白かったから今回はデコストーン1個でいいよ。お昼を食べたいから3回戦は少し後にしよう。そこよし、あいつに勝つためには協力しないとな。アンジェロイーナ、やっぱり君に入って食べる鍋焼きうどんは最高だよ。俺たちは協力して勝つ。そのために俺はバーニングレッド、お前はバーニングエンジェラになるんだ相棒。さあ特訓だ。まずは協力して川を泳ぐぜ。ラブラを救うためパカ。おや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 、よし勝つぞ。俺たちで協力してな。君確か魔法使えなかったよね。俺はエンジェラのセコンドだ。戦い方をアドバイスするぜ。ふっすん、まあいいけどさ。ダークファイト、カモンデコバス、カモンピンクパカー。かー、なんでピンクを出すんだよ。ここでブルーとかサフィーとかいるだろ。何それムカつく。シャイニーピンクをなめんなよ。って相手はデコバスちゃんなんだよね。泣けバスね。ああそうだね。でもこれは勝負、悪いけど褒めるよ。ドキデコバスちゃんを褒め倒して宇宙まで飛んでいってもらいます。まずは何と言ってもデコバスちゃんは名前が可愛い。え、その名を聞くとなぜかしらどこかで聞いたような気がして懐かしくなるの。わかりバス。そんで男前バス。聞いたよ、こないだ4丁目のコアラの赤ちゃんが熱出した時、救急車みたいに早く山向こうの病院まで運んでくれたんだってね。あ、当たり前のことですバス。素敵、そういう男前なデコバスちゃん偉いと思う。この街になくてはならない人、いやバスだよ。バス、飛びバース。だからこの間後ろの窓にうっかりガムつけちゃったのを許してね。キレバス、キレバス、勝者リオ。はあ、なんて張り合いのない相手なんだ君たちは。罰として今回は2個だ。おお、どりゃどりゃどりゃ、特訓が足りなかったみたいだぜ。協力だ。ラブラのためとか。よし来い、バーニングフェニックスファイヤーパンチ、パンチパンチ、いけいけ、ほらさっさとアタックだ。また揉めてるんだ。じゃあナタック。あなたは当時過去の男ったら。女の子と戦うなんて僕には無理無理無理。まずい、相当まずい。このままじゃデコストーンを全部持ってかれちまう。まだまだ特訓で強力だぜ相棒。あ、人の話を聞かないやつが人と協力できるわけないパカ。うん、パカ、なんだエンジェラか。よし飛ぶぞ。パカ、
話聞けバカ。お、やるか。カモン、ルビーポカ。やったやった、ルビーの出番だね。ピンクポカ、ありがとう、また呼んでくれて。今度は負けないから。大丈夫だよ。協力しなきゃだろ。あらら、ナタック、ナッチ、焼きそばパーチ。わー、やられる、離れるか。安心。ナッチ、ダメじゃん、二人とも。あんなんだよ、ダメダメちゃん。焼きそばパーチ2ナッチ。合体までしたのに3個もらうよ。そろそろこっちも飽きてきた。うん、にゃん、ちゃんとやりたまえ君たち。ねえデコスト、とうとう最後の1個になっちゃったんだよ。今度負けちゃったら私たち元に戻れなくなっちゃうんだよ。2人で揉めるのやめてよね。ちゃんと協力して戦って。エンジェラが協力しないんだぜ。お前勝手すぎるパカ。なんだと。これは僕たちずっとカードかもな。そんなのやだ。いよいよこれが最後のジュエルになるね。じゃあ始めよっか。ディアンこたつジュエリスト、ジュエルヤミッシュ。結局君らはちっとも上達しなかったね。本当になんでこいつらに手間取っていたのかわからないよ、コール。闇、俺様のせいじゃない。闇、こいつらは土壇場になると変にラッキーが重なっていつの間にかこっちが負けてる。闇、そういうのを爪が甘いって言うんだよ。俺は最後の切り札を用意している。ダークラッソファイ、カモン、ラブラ、緑。緑、ラブラ。実はこの町に来る前からキラデコ5全員とルビーたちの弱点は調査済みなんだよ。知ってるよ、君たちは彼らと戦うことはできない。二人のカードを最初から取っておいてたってわけね。ずるい。何にせよこれで完全に負けね。あの二人がラブラと緑を攻撃できるわけないものね。攻撃すればいいさ、どうせ俺が勝つからな。どうだ、これで俺の完全勝利決定だ。ん、あの、熱いよ。ディアン、貴様は踏んではならない虎の股を踏んだ。絶対許さん。行くぞエンジェラ。今こそ轟け俺の拳。バーニングフェニックス、ファイヤースクリューパンチ。バカか、対戦者同士が直接戦うことはできないって言っただろう。回転アップだエンジェラー。バカだ、ジュエル空間のルール自体を打ち破るとは。おい、まだやるか。はにゃん、今回はこのくらいにしてやる。はにゃん、覚えてろ、バイバイにゃん。ぽこ、うん、よかったよかった、これで元通りだね。レッドとエンジェラに感謝ね。俺が勝ってたけどな。それにしてもエンジェラとの協力は本当バッチリだったな。これからもよろしくな、エンジェラ。うざいパカ。ディアン。
ールから報告が来ているぞ。勝手にジュエルランドに行った挙句、ゲームに夢中になってみすみす手に入れたデコストーンを置いてきたとは闇たる失態だ。大丈夫ですよ将軍様、もう一度ジュエルランドに行かせてもらえばあっという間に。この闇たれ者、ドジった貴様は当分謹慎だ。闇、ざまみろ闇、いい君闇。